こんばんは、おもちゃんです。今回はですね、AM32 スタントワイルドライダーです。テクニカルポイント3です。でですね、付属してくるもの、これです。シール貼ってないです、まだ。これ、シールと、これですね。いつも作ってない武器。このパーツが付いています。でですね、早速もうね、行きましょう。でですね、大きさはこのぐらいですね、でこの下にですね、まず武器が収納されています。でまず変形の仕方なんですけどね、ここのところ両サイドまず開きます。ここを腕になると、でこういうふうに、回転させて、ここをスライドさせます。でここに後ろ持っていくと、こちらもして、ここですね、いかないぞ、スライドさせて回転させると、で太もものところ、腕なんですけどね、ここまで持ってきて、でここ、調節して、ここにね、ポイントがあるので、このポイントに合わせて下ろすと、こんな感じですね。これをして、こんな感じで出来上がりです。ですね、で出来上がったら肩のね、この部分に刀を収納できると、こういう感じですね。で かなりねちょっと、かなり腕も動きます。入ってないな。こういうふうに、すごいね、動くんですよ。めちゃくちゃ。で、よいしょ。今1500円ぐらいですね。1500円。
いやテクニカルポイント3でね、ここまで細かく動くと4号になったらどうなのって感じですよね。それではまたよろしくお願いします。